ボールは高く上がった。センター、落下点、アウト。ツーアウト。迎えるバッターは小久保。先ほどの打席ではレフト前ヒットを放っております。追加点のチャンス。1球目空振り。投げた、直した、セカンドゴロ、アウト。これで3アウト、チェンジです。ホークス、追加点のチャンスを生かせませんでした。荒木、さすがに疲れが見えてきました。ブルーウェーブ、好打順です。この回、1番谷から。1球目投げた、内角、2球目投げました、ファーストゴロ、アウト。まずワンアウト。バッターボックスに外間和人を迎えます。外間和人、本日3度目の対決です。同じ構えで狙いを変えたような気がするが。お、あの筋肉の動き、ストレートの握りづら。大きく振りかぶって投げました。セーフティーバント、一塁送った、セーフ。さあ塁に出ました。今日はまだ快音が聞かれないブラウン。投げました、アウトコースいっぱい。第2球打ち上げた、アウト。これで2アウト。次のバッターはシェルドン。2アウト、ランナー1塁。1球目バットが回った、思い切ったスイングです。カウントはワンナッシング。投げました、バットが回った、カウントはツーナッシング。投げました、ストライク、三振。シェルドン、これで3打席連続三振。1対4、試合は中盤を終えました。ラッキーセブンでございます。ホークスファンの皆様、なお一層ご声援くださいませ。川越、さすがに疲れが見えてきました。ホークス、この回は下位打線からです。投げた、打ち上げてしまいました。ファースト落下点、取りました。これでワンアウト。いわきのトレードマークである葉っぱですが、一説によると歯を一本抜いてそこに刺してあるという噂もありますが、本当でしょうか。バットが回った、タイミングが合いません。いった、大きい。いわきまさに大きな当たり、ソロホームラン。これはいわきにとって
ットは絶好球でした。次のバッターは井口。ワンアウトランナーなし。振りかぶって投げました。空振り、タイミングが合いません。投げました、空振り。引っ張った、ショートゴロ、アウト、ツーアウト。迎えるバッターはバルです。ツーアウトランナーなし。1球目打ち上げてしまいました、ライトへ。ライト引き継いでイサブロー、難なく取りました。スリーアウト。ホークスこの回さらに得点を重ねました。この回岩城まさみホームランが飛び出しています。ホークス4点のリード。しかしまだ分かりません。荒木多少制球の乱れが感じられます。ブルーウェーブはこの回5番キツレイサブローからキツレイサブロー、本日2度目の対決です。キツレイサブロー背番号09。打った、センター返し、あーっと落とした、二塁を送った、シングルヒット。バッターボックスは添島。指名打者添島、背番号1。投げた、打った、ゲッツーコース。6-4-3、ホークス6-4-3のダブルプレーに取りました。たった1球で勝負が決まりました。バッターボックスはオーティズ。第1球投げました、まっすぐ。投げた、会心の一打、レフトバック、レフトオーバー。ランナー2塁を狙う、三塁送球、シングルヒット。ブルーウェーブ、さあここでバッターは進藤。背番号7。投げた、詰まった、サード落下点、アウト。これで3アウト、チェンジです。ブルーウェーブこの回無得点。川越もはや気力だけで投げているといった感があります。ホークスこの回最初のバッターは影浦康武。バッターは4番、ここでレオン監督出てきました。加瀬登場です。川越とうとうノックアウト。この回の攻撃は4番影浦康武から、今日は3打数2安打と当たっています。内野フライ、サードほぼ定位置、乗りました。影浦康武倒れてワンアウト。次のバッターは松中。松中背番号3。アウトカウントはワンアウト。投げました、打ち上げてしまいました、センターへ。センター谷取りました、ツーアウト。迎えるバッターは
城島、先ほどの打席はファーストフライでした。アウトカウントは2アウト。投げました、ちょこんと当てました、セカンドゴロ、アウト。これで3アウト、チェンジです。影浦康武、松中、城島と3人で攻撃を終わっております。荒木、もはや気力だけで投げているといった感があります。ブルーウェーブ、この回は下位打線からです。第1球、外角高め、第2球、投げた、引っ張った、1、2塁間、ランナー2塁を狙う、ランナー3塁を狙う、ランナー3塁でストップ、スリーベースヒット。バッターボックスは谷、今日は3打数1安打、ノーアウト、ランナー3塁。打ち返した、センターへ、三塁ランナーホームイン、右中間、ランナー二塁を狙う、ランナー二塁でストップ、右中間を深々と破るタイムリーヒット。バッターボックスに戸間和人を迎えます。戸間和人、なんだこの殺気は、このリズムでもねえずらか。ここで王監督動きました。ここでマウンドに上がるのは渡辺正和。バッターボックスは戸間和人、今日は3打数1安打。投げた、インコース、投げた、いった、大きい、トロマカット、特大のアーチを描きました、ツーランホームラン。この一発で試合の流れが変わるでしょうか。ブラウン、投げた、ボール、第2球、詰まった、サード落下点、取りました、ブラウン倒れてワンアウト。迎えるバッターはシェルドン、シェルドン、背番号12。フォーク、投げた、ストライク、タイミングが合いません。バットが回った、スイングアウトの三振です。シェルドン、これで4打席連続三振。バッターボックスは引き継いレイサブロー、投げました、打った、ランナー二塁を狙う、ランナー2塁でストップ。本日3安打目、これで猛打賞獲得です。迎えるバッターは副島、2アウト、ランナー2塁、同点のランナーを返せるか。
内側に外れた。二塁けせ、タッチしてアウト、スリーアウト。ブルーウェーブ、この回3点。この回、外間和人、ホームランが飛び出しています。この回の攻撃は7番柴原から、今日は3打数無安打と全く当たっておりません。投げました、インロー、ワンストライクノーボール。打った、ショートゴロ、アウト。これでワンアウト。バッターボックスは国母、今日は3打数1安打、ワンアウトランナーなし。打った、ファーストゴロ、アウト、ツーアウト。迎えるバッターは鳥越、ツーアウトランナーなし。投げた、見逃した、ストライク、ワンストライクノーボール。詰まった、ピッチャー加瀬取りました、スリーアウト。ヤフー BB スタジアム、9回の表を終えまして4対5、ブルーウェーブはこの回6番副島から、副島、ここで王監督出てきました。ここで勝利の方程式のためにマウンドに上がったのはスクルメタ、ホークスの守護神登場です。この回の攻撃は6番副島から、今日は3打数無安打と全く当たっておりません。投げた、フォーク、ストライク。投げた、バットが回った、思い切ったスイングです。投手有利なカウント。投げました、ストライク、三球三振。決め球はストレート。バッターボックスはオーティズ、アウトカウントはワンアウト。投げました、ボール。2球目、打った、セカンドゴロ、アウト、ツーアウト。次のバッターは進藤、あとワンアウト。進藤、最後のバッターとなるか。投げた、打った、ショートゴロ、アウト、試合終了。勝利投手は荒木、スクルメタ、最後の打者を抑え見事チームを勝利に導きました。負け投手は川越、4対5、ホークス辛くも逃げ切りました。本日はオリックスブルーウェーブ対福岡ダイエーホークスの試合をここヤフー BB スタジアムよりお送りしました。